はい、コズノオシミ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります GEM シリーズからナルトシップで、こちらのね、渦巻きナルト陸道仙人モード15周年アニバーサリーバージョンということでね、こちらがプレミアムバンダイから届きました。はい、それをね、今回はご紹介していきたいと思います。では早速ね、輸送箱から取り出してみましょう。はい、こちらですね。結構期待して待ってました。はい、では早速ね、外箱の状態回転してみてもらいましょう。はい、ということでね、箱を1回転させて見てもらいましたが、かなり躍動感のあるフィギュアですね。では続いてブリスターの状態。はい、ということでね、ブリスターの状態も回転させてみてもらいましたがね、いやーやばいね、後ろ針金止まってますね出た、針金だ。針金嫌いなんだよな。あとね、箱から取り出すとね、はい、説明書も付属してましたね。はい、まあ、特にこんなね、見るまでもない感じで簡単な支柱の取り付け方ですね。はい、では早速ね、ブリスターから取り出して本体見ていきましょう。はい、ブリスターからも取り出しました。見ていきましょう。とりあえず台座、こちら。いや、これシンプルなんですけれどもね、かっこいいですね、うん、黒に金の文字で英語ですね、渦巻きナルト。うん、いや、シンプルだけどすごくかっこいい。で続いてそれを支える支柱ですね、うん、支柱はね、もう金属ですね、完璧。はい、ではもうね、本体ご紹介したいと思います。こちらバーンとね、いや、めっちゃかっこいい。なんだこのナルト、すげえかっけえ。いや、すごいなこれ。はい、顔もね、すごいね、かっこいい。顔がもうね、似てますね、うん、ちゃんと再現されてます。うわー、何より綺麗だね、うん、塗装がね、すごく綺麗、丁寧に仕上げられてる感じで、このね、クラマの腕ですよね。これはね、クリアパーツですね。クリアパーツで塗装されてる感じで、指先はもう完全にね、半透明みたいな感じになってますけれどもね。いやー、すご、腕がね、でっか。いや、すげえな、やっぱりね、躍動感がすごいねこれねめっちゃかっこいいわ。で、このね、服のシワとかもすごいね、うん、ちゃんとこのね、胸の丸の文字がね、変形してる感じね、洋服のシワで、すっごい再現度でね。ここのね、足の部分、うん、まあ、洋服の部分っていうのかな、もうね、グラデーションになってますね。もう光が当たってる部分が黄色くなってる。うん、すごい。いや、すごいな。塗装がめちゃくちゃ綺麗。で、裏はね、こんな感じで、で、このね、玉もすごいですね。にちょっとね、
分かりづらいですが、虹色みたいになってるね、輝き方が。ただの黒ではない。いやーすげえ。ほんとね、この手がねめっちゃでかいんですよね、自分の手と比べるとね、結構ほんとでかい。いやーこれはすごいな。はい、ではね早速支柱と台座取り付けたいと思います。はい、支柱を取り付けましたが、いやこれ結構ね支柱が1本で支えてるんですけれどもね、ちょっとこれで大丈夫なかなとは思うんですけれども、まあでも支柱自体は鉄なんでね、でがっつり太いね腕のところにはまってるんで大丈夫だとは思うんですけれどもね、いやーすげー。ではね最後は回転台座に乗せてねお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね高評価コメントいただければと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。